これが聞きたい人の声がはっきり聞こえる画期的な新商品、耳元フォンクリアです。聞きたい人の声をマイクを通して耳元の超小型スピーカーで出力するワイヤレスボイスレシーバーシステム、イエスものづくり。今日紹介するのは MK 製鋼です。MK 製鋼は米びつや洗車機などさまざまな分野の製品を開発し製造しています。耳元フォンクリアは新商品です。耳を対象にしてもう20年ぐらい耳の関係では開発をやってきておりまして、この商品は耳に入れないで聞けるという、こうつけた時にですね、耳に当てない、中に入れない、それから外の音も一緒に聞こえるということで、会話が非常に自然なものと、耳の本来持っている力を利用しているんですね。耳に入れないことにこだわった結果、超指向性の小型スピーカーを開発し、周りへの音漏れを軽減。またマイクとレシーバーを分けたことで、自分の声を気にせずに聞きたい人の声が聞こえます。まだまだ小型化も目指しているんですけども、今までの中ではもう数十機種から音作りをやってきてるんですが、究極の耳元スピーカーまで近づけたというふうに自負してます。 MK 製鋼はジャンルにとらわれない研究開発を続けています。でお客様が納得していただける商品、それから世の中にないもので、とにかく必需品になり得る商品ということを目指して、そこが一番苦労して開発しています。イエーイ。